長谷川東博、長谷川東博、長谷川と、右博、天文八年、1539年、慶長十五年二月二十四日、1610年3月19日は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての絵師。陽名は又四郎、後立脇。初期は、信春と合した。かの英徳、海北遊松、雲国東岸らと、並び桃山時代を代表する画人である。 能登国、七尾の生まれ、二十代の頃から七尾で、日練習関係の仏画や肖像画を描いていたが、元気二年、1571年頃に上落して、狩野派など、諸派の画風を学び、牧谷、摂州らの水墨画に影響を受けた。千里宮や豊臣秀吉らに徴用され、当時が壇のトップにいた狩野派を脅かすほどの絵師となり、 東博を始祖とする長谷川派も仮の派と対抗する存在となった。近碧障壁画と水墨画の両方で独自の画風を確立し、代表作、松林図屏部、東京国立博物館像、国宝は日本水墨画の最高傑作として名高い。晩年には自らを雪舟五代と称している。慶長15年、1610年に江戸で没死した。 代表作は他に、昭雲寺、現地社会院昭壁画、国宝、竹林園構図屏風、小国寺像など、画論に日通が出録した東白画説がある。長谷川久蔵ら4人の息子も、長谷川派の絵師となった。天文8年、1539年、能登国七尾、現、石川県七尾市に、能登国の戦国大名、畠山市に仕える。 下級家臣の奥村文の上修道の子として生まれる。陽名をまたしろう、後、竹脇と称した。幼い頃に、染物業を営む奥村文治という人物を介して、同じ染物屋を営む長谷川創世、宗清の養子となった。宗清は、摂州の弟子である東春の門人として仏画などを描き、幼祖父や幼父の仏画作品も現存している。東白は、 東春から直接絵を習ったことはないと考えられるが、東白画説の画系図では自分の詩と位置づけており、信春の春や東白の東の字は、東春から取ったものと考えられる。東白は十代後半頃から宗清や要祖父の無分、法、厚子から絵の手ほどきを受けていたと考えられ、陽花が熱心な日練習信者だったことから、 ホッケ関係の仏画や肖像画などを描き始めた。当時は、長谷川信春と名乗っていた。現在確認されている最初期の作は、A67 年、1564年26歳筆の楽観のあるものだが、その完成度は極めて高い。この時代の作品に、聖火の菩提寺である本、ノベデラに再色寄進した木像、日蓮商人座像、1564年、 本延べでラグラ、十二点、図、1564年、小学地蔵、ネハン図、1568年、明生地蔵などがあり、現在の都を中心に、石川県、富山県などで十数点が確認されている。当時の七尾は、畠山市の庇後のもと、小京都と呼ばれるほど栄え、東博の作品には、とでもあまり見られないほど、良質の顔料が使われている。 一般に、仏画は平安時代が最盛期で、その後は次第に質が落ちていったとされるが、東博の仏画は、そのような中でも、例外的に卓越した出来栄えを示す。東博は何度か、京都と七尾を往復し、北家州信仰者が多い慶の町州から、絵画の技法や図用を学んでいたと考えられる。元気二年、1571年と、白十三歳の頃、 養父母が相次いで亡くなり、それを機に妻と息子、宮蔵を連れて上洛、上落、郷里の菩提寺、本、延寺の本山本宝寺を頼り、そこの達中教業員に寄宿した。翌元期三年、1572年には、この年に三十歳で死去した、本宝寺八世住職費、行の肖像が、日行商人像を描いている。天正十七年、 1589年まで東博に関する資料は残っていないが、最初は当時の主流だった狩野派の加野松江の門で学ぶものの、すぐに辞め、京都と堺を往復して、堺出身の千利休や日通らと交流を結んだ。狩野派の様式に学びつつも、彼らを介して、数多くの僧や、元時代の中国絵画に触れ、巻谷の 観音猿鶴図や真珠庵の蘇我打足の障壁画などを再建する機会へた、それらの絵画から知識を吸収して、独自の画風を確立していったのもこの頃である。この頃も、新春号を用いており、花鳥図屏風、妙角地蔵、武田信玄像、成形院像、伝名は長年像、東京国立博物館像など優れた作品を残しており、天正十一年、 1583年には、大徳寺図土である、総経院に、山水、円光足がん図、現尊せ図を描いたという記録が残っており、リキューラを通じて、大徳寺などの大きな仕事を受けるようになったという。天正十四年、1586年、豊臣秀吉が造営した、樹落台の襖絵を、加野英徳と共に記号している。本庁には、仮の葉をたんだ白が、 もともとの氏と親しくなかった利休と交わりを結び、彼の英徳をそしったという逸話が載っている。本庁菓子は一世紀後の東博のライバルだった仮の派の著作なので、信憑性にやや疑問が残るが、これが江戸時代における一般的な東博に対する身であった。天正十七年、1589年、利休を世主として増築、寄進され、後に、 利休切腹の一員ともなる大徳寺三門の天井画と柱への制作を依頼され、同時の特中三原院の水木障壁画を描き、有名絵師の仲間入りを果たす。東白の号を使い始めるのは、これから間もなくのことである。天正十八年、1590年、前田玄伊と山口宗栄に働きかけて、秀吉が造営した。 戦闘後書体の矢小壁画の注文を獲得しようとするが、これを知った、かの英徳が、かの三信と、か十字春豊に申し出たことで取り消された。この大の矢事件は、当時の東博と英徳の力関係を明確に物語る事例であるが、一方で長谷川派の対等を予感させる事件でもあり、英徳の強い警戒心が伺える。この一ヶ月後に、英徳が休止すると、その器具は、 現実のものとなり、天正19年、1591年に秀吉の着手、鶴松の菩提寺である、昭雲寺、現地職員の障壁画政作を長谷川派が引き受けることに成功し、この豪華絢爛な金壁障壁画は秀吉にも気に入られて、治療を200国を授けられ、長谷川派も仮の派と並ぶ存在となった。しかし、この年に、利休が切腹し、文禄2年、 1593年には画祭に恵まれ後継ぎと見込んでいた急増に先立たれるという不幸に見舞われた。この不幸を乗り越えて、文禄2年から4年、1593年から1595年、頃に代表作である松林図風東京国立博物館像が描かれた。東博は、私生活では不幸もあったが、絵師としては順調であった。慶長4年、 1599年本邦直進の、ネハンズ以降、自摂集五代を楽観に関しており、自身を摂集から五代目に当たると評判した。摂集隊東春引く法圧し、洋祖父から、道清、洋夫等白と、当時評価が上がりつつあった、摂集の名を前面に押し出しつつ、マニ祖父と父の名を加え、自らの家系と家系の伝統と正当性を、宣言する。これがこうをし、 北紀州以外の大臣からも次々と制作を依頼され、その業績により、慶長九年、1604年に北京二条セラ、その例に、屏部一層などを宮中へ献上した。この年の暮れ、本邦寺天上が制作中に、高所から転落し、利き腕である右手の自由を失ったと言われるが、その後の策が残っていることから、ある程度はちったものと考えられる。慶長十年、 1605年には方言に除せられ、この年に本邦寺客でにやに黄門の根流世主となるなど多くの者のを寄進、東博は本邦寺の大団落ちとなり、単なる町絵師ではなく町衆として京都における有力者となった。晩年の東博に関する記事が拓安双方の欠城録に見える。ある人が直に虎を見たことがある。誰それほど、 上手にパラを描く者はいないだろうと述べると、東博は自分の左手を見ながら右手で絵を描いても絵が下手ではうまく描けないように実際に認めないは絵の紙手べたとは関係ないと反論する。拓安はさほど賢そうな老人には見えないけれども画道に心を尽くした人の発言だけあると感心しており文章の生々しさから実際に東博に会って書いたであろうこの逸話からは 生涯を絵に捧げた、東博の愚直な姿を彷彿とさせる。慶長15年、1610年、徳川家康の養成により、次男、長谷川隆子を伴って、江戸に下校するが旅中で発病、江戸到着後二日目にして病死した。去年72、海名は、元気よしんと博美名を大孤児。遺骨は、京都に移され、本邦寺に葬られた。その後、墓所が、 所在不明となり、平成十四年、2002年に新しく建てられた。長谷川派は、東博を始祖とする桃山時代から、江戸時代初期にかけての漢画系の画派である。東博には、久蔵、宗宅、左近、宗也の四人の子がおり、そのうち久蔵は東博にまっさるほどの腕前を持っていた二十六歳で、創生し、宗宅が一時家督を継いだ。 宗宅は北京に寄せられて、秋草図屏風、南禅寺像などを描いたが、東博が亡くなった翌年に募集した。その次に家督を継いだ左近は、自らを東博に継いで、摂州六代と称したが、東博の画風を受け継ぎながらも、俵や宗達風の装飾性を増した作品も残している。宗屋は四人の中で最も長く続いた系統で、柳橋水車図屏風、 群馬県立近代美術館像、八坂神社変革の大黒ホテズモーズ絵馬などを描いたが、技量は他の兄弟たちより劣っていた。弟子には他に、東白の女性となった、東州や伊達正宗に徴用された東種、他とをまれ、東秘とし、相関な多数がいた。東白時代の長谷川派は狩の派よりも、色彩感覚に優れ、斬新内緒を特徴としたが、東白没後は、 優れた画家が出なかった。東博画説、東博画説、本邦寺蔵重要文化財は、東博が先代の画家や鑑賞方式などについて語ったことを、本邦寺十世住職で東博と信仰があった、日中が出録した画論である。成立は、文禄1年、1592年前後と考えられている。最初に、民朝、除雪以下の漢画の系譜を記し。 摂州ら日本の絵師について触れつつも、大半は、南宋や、元時代の絵の主題とその画家たちの内容で、占いられている。画論としては、日本最古のものとして、歴史的にも貴重である。現在確認される、長谷川東白の作品は80点余りで、その多くが重要文化財に、一部は国宝に、指定されている。途中記録がない時期を挟むものの、 その画業をほぼ追うことができる。金碧昌壁画制作の傍ら、中国、草原の風を受けた水墨の作品もよくした。特に薪谷の、観音猿鶴図、国宝、大徳地蔵の影響が強く、その筆法を威徳するまで何度も繰り返し描いている。薪谷と比べると、東博の技術は明らかに劣っているが、東博は、その未熟さをむしろ逆手に取り、絵のモチーフに共感を抱かせ、 鑑賞者に感情移入を促す情感表現を志した。代表作、松林図病部も、その延長上に位置し、その主題が最も成功した作品といえよう。国宝、または重要文化財に指定された作品は太字で表記する。平成七年、1995年、七尾駅前と本邦寺に故郷を旅立とうとする、東博の銅像、星雲が建てられた。 2010年から没後400年を記念し、北国新聞は、石川県七尾美術館と七尾市の協力で、長谷川東博ふるさと調査を行った。その調査で、鈴市の本十字に、27歳頃に描いたとされる、日蓮の肖像画が見つかり、氷見市の蓮炉里寺,寺にある、宝刀絵万奈良が東博と洋父の胸清による、不死合作であることなどが分かった。さらに没後400年を記念して、 七尾子のマスコットキャラクター、東波くんが誕生した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。